はい、こんにちは。スダシュアスです。3日くらい前から、喉風邪をこじらせてしまって、今絶賛、療養中でございます。なんかね、熱が上がったり下がったりしてるんですよ。昨日測ったら7度3分とか、で、体も楽になって、あ、もうその熱下がったから、バイキン退治終わったのかなって思ったら、今日測ったら7度8分で、また、こう、熱っぽさ、ふらふらしてきて。で、これ似てるなって、去年俺、和室アパートに、引っ越しチャレンジして、で、あの時、なんか熱中症っぽい感じになって、で、エアコンなし、クーラーなしの部屋だったから、あの時も俺、体調崩しちゃったじゃないですか。な、その時と似てるなと思って。なかなか治りが遅い。一週間ぐらいかかる。特に喉がすぐに治らないって感じで、今回も来ちゃったな。この暑くなる季節に、そう、俺冬よりも、夏場になると、毎年じゃないけど体調崩しやすいんですよね。ね、なぜか。熱が出る。そう。で、そう。今日もね、動画更新したいんだけど、いや、ちょっと体がフラフラしすぎて、ちょっと元気が 元気がないっすね。なんか俺、体調崩すとね、いつもね、なんかネガティブになっちゃうんすよ。弱気になっちゃう。去年も一緒だったね。で、それでその、ネガティブになった勢いで、カミングアウトとかしちゃったしね。まあ、それは別にいいんだけど。ネガティブになってる時の選択が果たしていいのかどうか、ちょっとまだ分かりかねるけど、いや、実はね、俺、今年中にもしかしたら、今この住んでるアパートを、引き払って実家に帰ろうかなって、ちょっと今考えが、さっき芽生えました。考えが出てきました。いろいろ考えてて。で、実は一緒に住んでるルームメイトがいるんですけど、もうここ6年ぐらい一緒に住んでるんですけど、そいつが今年中に地元に帰りたいってね、言い出したので、マジかって まあ、それを止める気はないんだけど、で、そいつが出てってから俺一人でここ、出費っていうか生活費を払い続けられるかったらちょっと自信がなくて、その二人で半分ずつっていう 前提でさ、今までやってきたから、さすがにそれをね、今までの2倍の苦労をしないと、ここに住み続けられないってなるとちょっと俺もきつい、厳しいなってなって、じゃあ実家帰、俺も帰ろうかなってちょっと考えてますね、今ね。そう。で、まあ、実家帰っても、なんか工夫すれば、今まで通り、俺もその歌の活動は、できそうなんですよ。いろいろ考えればね。ただ、いつも、下ネタとか汚い歌、歌ったり、たまにセリフっぽいこと、言うじゃないですか。結構大きい声出して、そう、録音するんですけど、それが、うるさくないかなーって、ちょっとそこが心配なんですよね。家族結構いっぱい住んでるんで それがうるさくならないような工夫を、まあ、例えば朝とか昼間だけにするとかね、録音は。そういうふうに工夫すればいいんだけど、でも今の俺の活動スタイル考えると、普通に夜中、夜8時、9時、10時とかも結構、歌ったりしてるんですよね。なんか、やっとその今日一日ぐうたらして、やっとやる気が、新しい歌作るやる気が出てきたって思った時が、もう時刻が20時、21時、22時とかになってるっていうパターンが結構あって。で、それが実家でも、そのパターンが発動したら結構迷惑じゃないですか。そう、だから、実家でね、果たして活動を続けられるかっていうところはあるんですけど、まあでも、まあ、それを考えなければ、一番お金が貯まりやすい。え、てか、お金が全然出ていかない生活に
戻れるはずなんですよね。要はその家賃とかないから、家賃とかないし、光熱費とかもね、みんなで分担っていうかそういう感じだろうから。俺もいくらか生活費は入れると思うけど、実家にね。でもそれでも今ここに住んでるよりかは、はるかに出費が少なく済むのかなって。うん、そういうのあって、もしかしたら今年の、早ければ秋ぐらいの時に、アパート引き払って実家に帰ろうかなっていう考えがちょっと芽生えてますね。どっちにしろ、いっぱいお金稼ぎまくらなきゃいけないんですよ。ちょっと考えてみたんですけど。ここに一人で住み続けるには、それこそ今までの2倍ぐらい、下手したらそれ以上の 努力をしてお金稼ぎまくらなきゃいけないし、で、実家に戻っても、また独り立ちしたいって思うかもしれないじゃないですか。あとそれに、なんか他に欲しいものができたとか、もうちょっと、この活動資金、こういうものが活動してる中で、ちょっとこういう設備が欲しくなってきたって思ったら、また出費になるじゃないですか。で、結局、実家に行っても、まあ、お金稼ぎまくらなきゃいけないことは変わらずって。で、今俺無職なんで、そう、無職になってから、年金とか健康保険とか住民税とか、自分で管理して自分で支払わなきゃいけないんで、そう、請求書来てるんですけどね。ぼちぼち、口座振り替えとかやるつもりなんですけど、そういうのもあるし、払い続けなきゃいけないっていうのもあるし、だ結局、どっちにしろお金は稼がなきゃいけないと。だったら、実家にいた方がお金、全然出ていかないから、出費が少ないから、だったら実家帰ろうかなって思ってますね。いろいろ考えると、その方が合理的かなと。はい。っていう、風邪ひくとネガティブになる師走。で、声もちょっと今、全然 本調子じゃないので、あんまり大きい声出せないし、ちょっと新しい歌も投稿できないんですけど。あ、ただね、一個その、まだ公開してない、その風邪ひく前に、撮ってある音源一つあるんですけど、それを、どうしようかな。今日か明日投稿しようかな。撮影して動画編集するだけなんで。そう、それが一つストックがあるから、ストック取っといてよかったと思って。いや、なんかこの今風邪ひく前もさ、正直俺、無職になってからかなりぐうたら、毎日毎日ぐうたらして、外食しまくって、そうそう。で、それで結構ね、たまに自己嫌悪になったりして、なんで俺こんなだらけちゃうんだろうって。頑張ればどうにかなるのに、頑張りたくない自分がいるっていう、それをね、なんか認めたくなくて。いやね、自分との戦いですね、ほんと。頑張り次第でいくらでも稼げるんだけど、あんまりその頑張りたくない自分もいるのが、正直なところ。まあ、その今まで俺が作ってきた動画も今1800ぐらいありますけど、それがね、勝手に再生されて、勝手に広告収入になってくれるのがより一番理想なんだけど、でもね、ほっといたらやっぱり、もう天井が見えてるというか、ある程度しか稼げないんですよ。本当に新しい動画投稿し続けないと、やっぱりこの数字がね、こう浮き沈みが激しいし、まあ投稿してもね、新しい動画投稿しても浮き沈みが激しいし、まあどっちにしろ、いっぱいいっぱい作れ作れっていう感じで、自転車操業状態なんですけど、まあそれはね、別に好きでやりたくて楽しくてやってるからいいんだけど、そういう感じです。実家帰ろうかなって。別に俺、実家の人たち、実家のね、家族と別に、仲いいって勝手に思ってるし、みんなと話せるから、そういうとこは別に一切気使わないからいいんだけど、ただなぁ、下ネタが、隣の部屋から下ネタが聞こえてくるっていうのは、どれだけみんなが許容してくれるかなっていうところが、ちょっと、ネックでございます。はい。なんか一番いいのはリビング。一番いいのはね、リビングで多分声出すのが一番誰にも迷惑。あ、でも、ダメか。ダメだ。それも結局。
そのリビングも隣が、うん、隣が部屋だからダメだ。ちょっと考える。まあでも、俺、いつもその、俺もついこの間、実家に一回顔出して、あの親戚の集まりがあって、実家に行ったんですけど、やっぱり、癒されてきて、あ、なんか俺、その俺の心が、あの、正常に戻るなって、メンタルがその平和になるなって、実家にいると、うん。やっぱ実感しました。その普段は食べられないような、その親戚が集まったからこその特有のね、あの、ごちそう食べれて、あの、高級料亭みたいなお寿司のフルコースみたいな、ちょっと食べてきて、うわー、すげー、超幸せになりました。あの時の俺多分栄養満点だった。うん、栄養満点な状態で、お家帰れたから。で、今まであの、コンビニで働いてた頃って、そろそろ帰んないと、あの、睡眠取ってから夜勤行くから、じゃあねってすぐ帰ってたけど、この間はもうあれ、俺無職だから、いつ、何時、あの、いくらでもここに入れるよ、つって。そう。で、親戚が、あの、帰った後も、あの、実家に残って、で、みんなで、あの、もうね、10年くらい前に、あの、テレビに録画してあった、あの、心霊系の番組をみんなで見て、わーって怖がって、そういうね、一家団らんを過ごして、で帰ってきたんですけど。うん、やっぱりその家族、一番俺を理解してくれてるっていうか、俺のことを多分分かってるのは一番家族だと思うし、俺の癖とかね、俺のいいとこ悪いとことか、うん、全部、なんか筒抜けっていうか多分分かってるから、きっと受け入れてくれるかなって思ってますね。もしかしたら今年の秋ぐらいに実家帰るかも。ある日突然、動画の、なんか見慣れない部屋が急に出てくるかもしれません。そしたら実家なんで、いう感じです。で、今、今日はあの、絶賛風邪ひいたんで、健康的なものをいっぱい買ってきました。普段買わないようなものをいっぱい買ってきました。まずポカリでしょ?ポカリ。で、ビックス。喉飴みたいなやつ。ビックスと、あとなんか、レンコンとお豆のサラダ。こういうパック惣菜のやつね。レンコンとお豆のサラダとか、あと、キャベツサラダ。で、ドレッシング。で、あと、ベビーチーズとか。で、ちょっとちくわとか買おうと思ったんだけど、ちょっとちくわはやめといて。うん。代わりにベビーチーズ。スモーク味。さっき食べて。QBB のやつね。あとこのパンとか、ちょっと今食べようかな。ネオ黒糖。これ好きなんですよ、俺。ネオ黒糖ロール。マーガリン入りが俺好きなんですよ。ちょっと今食べるの。やっぱ風邪ひいてる時も、エネルギーつけないと、ね、体が戦えないと思うから、ウイルスと。俺まず皮から食べるの好き。あと、100% のオレンジジュースと、グレープフルーツジュースと、あと野菜ジュースも買ったし、あと納豆と、あと絹豆腐、冷ややっこにするやつ。風邪には生姜がいいらしいんで、練り生姜持ってるんで、冷ややっこで食べます。あと何買ったっけ?ポカリでしょ?じゃ、あとなんかカテキンがいいらしいから、多いお茶。濃い茶、買いました。濃い味。うん。あとは、そんなのかな?そうだね。あと卵か。卵。卵かけご飯食いたくなくて。食いたくなくなって。なくてじゃねえよ。卵かけご飯好きだよ。ちっちゃい頃から大好き。TKG。あとね、レトルトのさ、おかゆ、好き、俺。こういうさ、卵がゆ、鮭がゆ、梅がゆって、コンビニとかドラッグストアに売ってるじゃん。あれの卵と鮭が好き。で、それも、こないだ食べた。おかゆはいいね、優しい。お腹に優しい食べ物じゃ。
あと、一週間くらい前に買って、まだ食べてない、冷凍の唐揚げとかある。風邪が治って、元気になって食欲戻ったら食べるわ。450g、大容量。冷凍の唐揚げも好きだな。そう、だから俺、もう、一週間ぐらい、一週間かそれ以上外食行ってない。うん。だちょっと痩せたかも。うん。いや、俺の特徴。風邪ひくと、痩せる。食欲がなくなって。去年もさ、和室アパートに住んでた頃さ、ちょっと痩せてたと思わない？あんな感じになってると思う。痩せてる。筋トレね、しなきゃいけないんだけど、してないんだ。昨日やんなきゃいけないで、毎週土曜と水曜にやってるから、ちょっと今厳しいかな。明日やろうかな。うん、あ、逃げ、あ、マーガリン美味しい。これおすすめです。ダブのボディーソープ。ホホバオイル&サンダルウッド。これすごい、すごい上品な香りがして、これすごく気に入ってます。ついこの間まで、レモングラスの香り使ってて、それも良かったんだけど、ちょっと気分変えて。でもこれね、あんま売ってるとこ少ないみたいで、うん。レモングラス、レモングラス、ダブのレモングラスもね、あんま売ってるとこなくて。店によりけりだよね。そう、だから、ダブの、これボディーソープね。サンダルウッド見つけたらぜひ買ってみてください。俺全身、頭も顔も、体も、これ全部ボディーソープでいつももう洗ってるんで、もう、その生活で、もう10年以上続けてて、まあ別に何にも不便はないですね。そう。だから俺だけシャンプーの容器、一つあれば、どこでも生活できる。シャワーとその、シャンプーの容器が一本あれば、そこにボディーソープ入れるだけだから。で、全身洗って、俺はま大満足だから。全然平気。はい。そんな感じ。はい。手を挙げて、風邪で、絶賛弱々ネガティブ、声も喉も弱体化中のスワシワスです。で、気持ちもネガティブ。あ、なんか雨降ってきたな。梅雨入りしたみたいね、神奈川は。はい、です。で、もしかしたら秋ぐらいに帰るかも、実家に帰るかもしれませんっていうお話でした。まあ、活動、うん、YouTube とかの動画活動自体はきっと帰っても続けられるとは思います。なので別に皆さんはね、そんなに影響ないと思うんですけど、その見てくださってる皆さん、リスナーさんにと、とっては別にあまり変わりないとは思うんですけど。ただね、その引っ越すとき大変なんですよ。まずその、なるべく私物を減らして、そう、粗大ゴミとかいらないやつをなるべく処分して、で、身軽になった状態で、そう、退去の立ち会いをして、掃除もしといてね。で、それいくらかかるかなんですよ。もうここ6年住んでるから、退去費用いくらぐらいかかるのかな。俺、敷金払ったっけな。敷金は払ったような気がするんだよな。礼金払わなくてよかったような気がする。敷金は払ったはずだから、いくらか、マシなはずなんだけど。ね。そう。で、あと、引っ越し、まあ、その、荷物、自分の私物を運ぶんですけど、それをまあどうしようかっていう感じですね。俺車の免許持ってないんで、自分じゃ運べないんですよね。だから誰かに頼まないと。それか、引っ越しの業者に頼むかしないと、私物が運べないので、まあそれも、まあルームメイトに手伝ってもらうか、家族に手伝ってもらうか、引っ越し業者に頼むか、します。あ、大変だ。引っ越して大変だ。なんか、早く楽になりたい。早く、楽になって落ち着きたいわ。
そういう感じです。でもね、結局俺がもっとお金稼ぎまくればいい話なんですよね。例えば月収50万とかさ、70万とかいけば余裕でここ住み続けられるから、別に無理して実家帰る必要ないし、そう、うん、っていうこと言っちゃうと、ああ、じゃあ今月収50万稼いでないんだってバレちゃうけどね。そう。いや、YouTuber もさ、10年前とかと違って、今は、難しいから、稼ぐの。いや、広告単価とかね、昔とは違うから。あとYouTuber の数自体も昔と違う。レッドオーシャンですから、参入する人が今はいっぱいいるから、要はライバルがいっぱい、競合他社がたくさんいるから、その中で生き残るのも難しいし、稼ぎ続けるのも難しいから、だから月収50万とかで、多分 YouTube で稼いでる人相当すごいよ。何人ぐらいいるんだろうね。何人ぐらいいるんだろう。全然予想つかないけど。5000人とかいるのかな ?5000 人、1万人とかいるのかな、うん、今ね、登録者ほら、登録者何十万とか言ってる人でもさ、初めて聞いたって人いっぱいいるじゃないですか。なんかそういうやべえ時代に突入してるなって思って。かといって逆にさ、俺今チャンネル登録者5万9千人だけど、それでも俺の歌は知ってるっていう人はいっぱいいて、それが嬉しいなって思ってます。俺の顔とか、その普段喋ってるこの感じとか知らない人は多いけど、でも俺の歌とかあの曲自体は、あ、聞いたことあるっていう人はいっぱいいるっていう、そのね、がすごい幸せですね。ああ、幸せだ。満たされる。満ちる。恵まれてるな。満ちる。でも、俺が自分で頑張った成果だから、そこは自分を褒めてあげたいなと思います。はい。そういう感じです。まあ、今年も1年。まあ、もうすぐ半分、もう半分終わるね。みんな。6月終わるからさ、2024年も半分終わるね。どうですか?調子は。大丈夫?まあ、無事で生きてればいいよ。みんなも、俺みたいに、体調崩しても、安静にして回復して無事で、なんとか生きてればそれでいいよ。ね。なんとか乗り切っていきましょう、今年も。複雑で、情報過多で、正解がないような時代ですけども、皆さん、楽しんで、気楽に、能天気に生きていきましょう。今年も。年末とかクリスマスとかさ、なんか生配信でパーティーやろう。僕んとこにおいで。今年はほら、俺無職だから、年末とかゆっくりできるからさ。去年は確か、俺、お店で年越ししたかな。夜勤だったから。あれ、去年だったから。多分そうだったと思うけど、うん。なので、今年はみんなと年末いっぱい楽しむパーティーしたい。パーティーしようね。はい、そういうわけで、はい、この辺で終わります。あ、これも多分ね、自動字幕つけると思います。カオスな自動字幕まあ、そんなに崩壊、そんなに破綻してないけど、でもところどころ変な音声認識になってるっていう、あれを あえて修正せずに投稿してみます。はい、以上です。バイバイ。またね。頑張ります。します。頑張ります。みんなも頑張ってね。バイバイ。